心霊スポットから友人が戻らず、行方不明になった。2004年オカルト板に書き込まれた投稿をきっかけに、事態は思わぬ方向へと発展していく。今回は倉敷蓋事件や蓋スレと呼ばれ、2ちゃんオカルト板史上最も注目を浴び盛り上がった伝説的スレを紹介する。この動画では68スレッド総コメント数6万8000件に及ぶ非常に長いスレを、超絶コンパクトにまとめて解説する。概要のみでも十分面白いスレなので、最後までお楽しみください。2004年にちゃんオカルト板にて、ヒナと名乗る女性の聞き迫る投稿が注目を集めた。本当に危ないところを見つけてしまった。私は岡山に住んでる22歳の不真面目な OL なんですが、昨日、友達6人と飲みまくった挙句肝試しに行きました。が、もう大体のスポットは行ったことがあったので飽きてしまいカーセックスの名所に行ってみようということになりました。そのスポットには何度も行ったことがあるんですが、今回初めてあんな建物を発見しました。しかも、入るんじゃなかった。6人のうち1人は行方不明です。本当に。倉敷市にホテルドレミーン倉敷というところがあるんですが、そこへ行く途中の茂みの中に高さ3メートル、幅2メートルぐらいの柵があったんです。あの夜酔っていたのでみんなでその柵を乗り越えて中に入ってみたんです。そして、その電灯の真下くらいのところに扉があって開けてみたんです。そしたら、ものすごく臭い、なんとも言えない匂いがしてきたんです。私は嗅いだだけだ気持ち悪くなってしまって、その中に入るのをやめたんです。だけど、その行方不明な奴を筆頭に男だけは入っていった。その後も、6分くらいして中に入った3人のうち2人が、やばい、中に誰かおる。ほんまやばい。って言いながら飛び出してきたんです。私らも何が何だかわからないまま柵の方へ走り車に乗って逃げました。2、4で車に乗ってきたので男2人が残って私たち3人は先に別の場所へ逃げました。20分くらいしてから残りの2人から電話がかかってきました。警がいくら待っても戻ってこない。と、落ち着いた私たちも戻ってみると、本当に警の姿はなく、携帯も繋がらず、結局2時間ほど待ってみましたが一向に戻ってきませんでした。戻ってきた二人曰く、男に追いかけられたらしいのですが、岡山県民の方、もしくは何か情報をお持ちの方がいましたら情報をください。お願いします。茂みの奥の謎の扉、肝試しでの恐怖体験、消息を絶った友人。スリリングな展開にオカルト板の住民は大いに盛り上がり、黒帯というスレミンが行方不明男性の捜索に名乗りを上げた。装備は整った。極真の同意黒帯、かっこまじもの。バールのようなもの。デジカメ。お小遣い、かっこ480円。お腹空いた時用おやつ、かっこ食いかけ。現場には40分ぐらいで着くかな?ちょっと行ってくるわ。祭りか?楽しみにしてるよ。奥まで進んでほしいが無理はするなよ。しかしこの時間に行くとは、413は勇者以外の何者でもないな。現場付近到着。街灯のおかげで結構明るい。ドレミ付近捜索してみる。さっきそれっぽいとこあったから。それにしても携帯からめんどい。通過、フェンスの5メートルくらい先に街灯の下に扉通過、蓋が見える場所あるんだがそこ潜入してみる。この辺確かに臭いな。生臭いような。俺たちも近くだから行ってやろうか?頼む。お前も携帯持ってって写真撮ってきてください。ほんなら、一応マジで行ってくるわ。連れと兄貴と行くわ。俺、黒帯じゃなく英検4級だけど大丈夫かな。俺は岡山市民だが、倉敷との境だからこの時間帯なら30分くらい。デジカメあるけどどうしよう。ということで携帯の充電をフルにしてからスレの様子を見ながら出動を検討します。黒帯に続いて倉敷市民566と名乗るスレ民たちも、続々と倉敷の肝試し現場を目指す。一方、現場付近で不審な蓋を発見した黒帯は、果敢にも潜入を試みる。ギーっていう音が響いたが難なく蓋は開いた。状況を説明すると、ドレミより裏側の鍵がかかったフェンスを発見。周りは雑草なんかで鬱蒼としている。乗り越え小さな街灯?下の蓋を開ける。すごく生臭い。真っ暗だが地下に降りる階段あり。それとは別に横に部屋?に続く通路あり。やばい一度退避。多分下には複数人、いるぽい。もう一度潜入して相手何者か見てくる。場合によっては戦闘。無理なら英検4級末。つか、久々にひたすら怖いんだが。入り口近くの小部屋に隠れてる。人だと思うが会話になってないんだよ。
声も喉が潰れたような声で何話してるかわからん。ズルズル音がしてる。やばい。英検まだか？最悪戦闘になりそうだ。あと付近に誰かいるなら明かりを中に向けて目いっぱい照らしてくれ。それを合図に一度待機する。英検。中には入ってくるなよ。蓋半分開けてるから、そっと開けて明かりだ。何かマジやばいじゃん。てか中に入ったままで待機してるのか。外に出て待てって。やばいよ。ひなの話が真実とするならば、男が必死の形相で追いかけてきた、ということは、よほど知られたくない秘密があったんだろうな。その秘密は、何かオカルト宗教の集いか、はたまた、犯罪集団の隠れ場か。すんごい展開かも。ありがちな言葉だが、あえて言う。下手な推理小説より数百倍おもろい。倉敷市民から、今着いたと電話があったんですが、携帯から2ちゃんにアクセスできないので、どうしようとのことです。連絡があれば、また書きます。電話が繋がりました。犬か猫か何かの死体が腐っとるらしく、大変臭いらしいです。とりあえず、人が隠れてるそうなとこや探したり、これだけ俺らうろちょろしてんのに、黒帯さんはおらんと、言ってます。その後、倉敷市民一行が撮影した蓋の写真が投稿され、そのまがまがしさにすれないの興奮は最高潮に達する。やっと見つけた。不思議なことに気配が消えた。小部屋から出て階段降りてさっきの部屋前に行くも人気なし。今は蓋の横の雑巾に紛れて隠れてる。マジ怖い。足の震えが止まらん。試合前の武者震いなんかじゃない。相手人なのかも不明。普通ならアホかで終わるが現実はこれだからな。英検気をつけろ。よしオーケー、まだ通報はしないでいいみたいだな。じゃあ急いで上に上がれ。英検いるから合流しろ。つれ、蓋の横の草むらに隠れてるって英検に教えてあげてくれ。蓋が溶接されてるそうです。つうことは、開くはずがないってこと？侵入後何者かに溶接されてしまった説。今二人組と合流した。懐中電灯あるので中に入るか検討中。でもこの二人なんか臭い。英検。敵区もそうしか言わん。とりあえず中の構造は把握した。他に入り口ないか調べてみる。そいつ本当に英検か？違うよー。黒帯と合流してないよー。黒帯が合流したという二人組は、倉敷ではないと判明し戦慄するスレミン。さらに倉敷の身にも危険が迫っていた。なんか、5、6人来たそうで、物陰で隠れるそうです。若いやつじゃなく、おっさんらしいんですが、蓋をライトで照らしながら話してるそうです。仲間か聞けと言われました。え、仲間じゃないぞ。逃げろ。また5、6人増えたそうです。おばさんが2人いたらしく、1人は異様に背の細い人がチャーチャー喋ってるそうです。何か、車に積んでるそうです。高速が、鎧、伊藤、佐々木、継ぐ、光が会話から聞き取れたそうです。犬が降りてきたそうです。とりあえず、逃げます、だそうです。566さん、ドレミの周りで潜んでます。おっさん見かけたら逃げてください。近所だから、隠れるとこや裏道は詳しいけど、普段と地元民しか知らない抜け道から車が来たから、やばいと連れが言ってます。地元民の顔では 100% ないそうです。逃げろ、マジやばそう。わぁ。やべ。俺が思ってた策は違う策だ。最初にドレミの BGM っていう書き込みがあったから、ドレミのすぐ上にある策かと思った。天城街道からドレミまで上がり、ドレミの入り口付近の空き地で U ターンして天城街道の交差点付近まで戻ります。道端に車を駐車するので合図をくらはい。黒帯と倉敷両名がピンチに陥る中、一人倉敷をさまよう566。その後犬から逃げ延びた倉敷は再び蓋の元に向かい、衝撃的な光景を目撃する。蓋がないそうです。ええー。開いてます、開いてます、開いてるそうです。さっきまであったのがないのか？おさんたちが取り外した？近くで確認は無理だそうです。開いてるというか、ずれて人が余裕入れそうな感じらしいです。で、黒帯はどこ行った？一体誰と合流したんだ、あいつは。ばったり書き込みないし。溶接されていたはずの蓋が開いており、同時に黒帯からの連絡が途絶えた。それは不吉な予感に包まれた。566氏はどうなったの？来る途中に狛江おっさんどもに捕まった？
ドレミの近くで車で B 君が待機してますが、566さんの言った車の特徴の車は通過してないそうです。帰りました。とりあえずどうなってるの？ネタか真実かは別として、とにかく俺は誰にも会わなかった。書き込んだ通り、天城街道からドレミまで上がり、怪しい雰囲気を醸し出しながらトロトロとドレミの入り口付近にある空き地で U ターン、そのまま天城街道付近まで戻り、路中で待機するも誰も来ず。とりあえず、倉敷市の連れは、倉敷市民に連絡取って566に会えるようにしてあげなよ。566は一行に倉敷一行と合流できず、待ちぼうけを食らった末に帰宅していた。その後朝マックをしに行くという倉敷市民に、566が合流する。どこのマクドナルドか？と尋ねるも返答はなく、倉敷はすれから姿を消す。怪しいところかどうかはわからないが、倉敷たちがなぜ566氏と合流する気配を見せなかったのかは疑問だ。倉敷たちの行動がガチであったとしてもひどいと思う。黒帯がマジだったら、倉敷が見た怪しい集団に拉致されてたりして。霊剣か？の問いにはっきり答えないで、仲間のふりして、アボーンしてたら？気になってるのは2点なんだ。一つは黒帯と連れがそれぞれ報告している柵の1と566の見た柵の1は同じなのか。それから全ての証言を信用するとして限られた時間に限られた場所で遭遇しないなんてことがあるのか。今回の話を検証する組はいないのかな？これはこれで面白いと思うけど。倉敷市の写真の場所を探してほしいの。そして、そこを含む周辺写真があると嬉しいです。行くなら俺も行くぞ。ネタなら徹底検証もまた一挙。スレ主のひなに続き、黒帯と倉敷からの投稿が途絶えたことで、スレ内には釣りを疑う声が相次いだ。真面目で実直な566をはじめ、血気盛んな17歳、賢く頼りになる年長者関西など多くの個性豊かなスレ民が捜索隊を編成し、ふた探しに奔走する。とりあえず、その現場と思われる柵の画像です。うろー、来た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 ー。詳細な場所は、ドレミから上がっていくと、まず左に、昨日俺がウープした柵がある。それから左に資材置き場らしき場所がずっとあって、それに気を取られている隙に、右側にこれが見える。3メートルというのはオーバーかもしれないけど、この雰囲気で離れてみれば3メートルに感じる。かっこ実際に俺も感じた。行動するっつうことが偉いよな。勇者の方々お疲れした。おかいたのスマップ降臨。566を中心とした捜索隊は、蓋こそ発見できなかったものの柵を発見した。かに思われた。一日ぶりに倉敷がスレに登場し、事態はさらに混乱を極める。おめえら、言っとくが俺らはちゃんと言ったぞ。後で合流したツレンチで寝てたんだよ。なんだよ、長すぎて過去ログも読めねえよ。いきなり音信不通になったからネタ扱いされてたんだよ。疑うんなら、蓋の写真とこまで行けば。柵じゃ、道からでも撮れるでしょ。566がウプした最初の柵は間違いだと思う。ドレミの前を通る道からは柵は絶対見えない。ハイツ山側の遊歩道か獣道みたいなところのドン付きに柵がある。ほんで、そっから若干登って下ると竹で立てかけた柵みたいなのがある。そしたら、小枝目みたいなもんが2、3個ある。ほんで、ちょっと前にブロックで作ったボコ系の何か捨て場みたいなのがあった。その横に、2枚重ねで鉄板が敷いてあって、何箇所か溶接してたんで、持ち上げようとしたら重すぎて無理だったから、兄貴を呼ぶかどうしようかと言ってたら南からに、3個の光が来たから、仲間か？と思ったけど隠れてみたら、おっさんだった。566氏はひなの書き込みから場所を特定し、探索。一方、倉敷市民は566氏が探索した場所とは違う、と言ってるから、別の怪しい場所を発見したということになる。自身が釣りを疑われていることに憤る倉敷。倉敷は566が発見した鉄柵は間違っていると主張し、汚名返上を図り、再び蓋の元を訪れ証拠写真を投稿する。兄貴の名誉のために、さっきもう一回兄貴と歩いて行った。ちゃんと見ろ。お前ら、道端ばっかで探すな。奥に行け。蓋が増えた。お前ら、兄貴と連れに謝れよ。すみませんでした。めっさ信じてる人もいるって分かってくれ。俺もその一人。批判する人と同じくらい賛同者もいるんだよ。あのな、今日は手前の蓋の上に蓋が増えて乗ってたんだよ。
そんで、橋のとこが浮いてたから、カメラ突っ込んで兄貴が撮った。あと、3人いたら持ち上げるかもしれないが、俺は行かないよ。野良犬に注意しろよ。俺な、566は好きじゃないのよ。正直。過去読んだけど、散々ネタ扱いしたり、法律的云々と言ったりさ、俺から見たら調子良すぎだな。倉敷市民よ、そんな個人的な感情に依存している場合じゃないだろう。行方不明者がいるんだぞ。にちゃんって面白いな、本当に。一番怖いのは、人間の疑心暗鬼なんだ。これは刑の救出でも肝試しでもありません。誰が釣り師なのかを見極めるものです。何が真実で何が嘘なのか、一体誰が嘘つきなのか。ひなイコール倉敷説や倉敷イコール17歳説まで登場し、スレ全体が疑心暗鬼に陥る中、3日ぶりにスレ主であるひなが登場する。まずは、彼がいなくなったのはネタです。実際に本当に皆さんが探し出した場所には行きました。K はいなくなったのではなく、おかしくなっています。最初にスレ立てした以降私がいなかったのは病院にいました。何があったのかも話せず、K はずっと怯えています。最初 K を置いて逃げたのではなく、K は突然気を失って倒れてしまいました。地下には階段。かなり変な匂い。男たちは喉が痛かったらしい。K は入院中。K は何か匂いは毒のようなものに対するショック反応があるらしい。上は現在検査中。怯えているのは本当に原因不明。だがだんだん落ち着いてきた。二人は人らしき影を見た。K も一緒に逃げかけたが階段途中で気絶。K 本人に聞きたいが今はそっとしておいてください。とのことを家族の方に言われしばらく会えない。友人 K が行方不明になったというのは嘘で、K は蓋の中で正気を失い現在入院していると告げるひな。だが K の捜索が不要と判明後も、スレミンの二人の興味は尽きることはなかった。蓋に取り憑かれたスレミンたちが倉敷に場所を尋ねるが、彼の説明は非常にわかりづらく、どの捜索隊も蓋を発見することができない。証拠。この封筒は残してますんで。ガチを信じてくれてた人はありがとう。なんか来たー。おつ、誰か封筒ゲットしに行け。ドレミーン倉敷の看板と現場近くの鉄柵に封筒を残した倉敷。真っ先に動いたのは、倉敷と因縁のある566だった。現地に行ってきた。まず、すでにドレミの看板に封筒はない。鉄柵には行ってない。というか、行き方がわからなかったから行けなかった。あとガッツが足りなかった。めんどくさいから、566お前出てくるか？文で説明しても俺が下手くそだからわかんないんだろ？566の手のひらコロコロ変える態度が気に食わないからただ顔みたいだけだよ。俺が直接ガシガシ言ったるからお前後ろでビビりながらついてこい。ほんで、蓋についたら土下座しろ。それをウープしたら許すわ。一触即発の状態に陥り、因縁をつけて出てこいと挑発する倉敷の申し出を566は断る。そんな二人の様子や蓋までたどり着いたのはひなと黒帯、倉敷のみという不可解な状況は、スレミンの間にさらなる疑心暗鬼を呼んだ。その後、鉄柵を訪れた捜索隊によって発見された倉敷の封筒には、手書きの地図が入っていた。倉敷はいたちごっこをしたいのかと。蓋を探しに行ったのに場所を教えたとしても必ず謎を置いていく。翻弄させているだけな感じがする。まるで20世紀少年の展開みたい。謎が謎を呼ぶ隊だ。昨日の倉敷市 VS66 市の会話は倉敷が無理やり天拡町で566を牽制してるように見えた。それ思った。わざと566を来れなくする口調で、566が会う気になった途端に倉敷は消えてった。まだ倉敷ネタだと思ってんの？ああいうタイプっているよ。妙に説明が下手で面倒くさがりや。普通にガチでしょ。一つ言っておきますが、K は退院しました。しましたが、まだ精神的に不安定です。これはネタではありませんので、現地に行く人は自己責任でお願いします。本当のことを言うと、蓋っていうのもネタでした。ドレミーン倉敷だけ本当。高さ3メートル幅2メートルぐらいの柵は過剰表現。あとはネタ。そもそも扉のところしか私たちは行ってないので、かっこ男3人だけ乗り込んだ。ここに来てスレ主ひなが蓋は嘘で存在しないと衝撃の事実を告げたが、スレミンの関心はとっくにひなやけいでなく、倉敷が発見した蓋に注がれており相手にされない。スレ立てから1週間後、主導権を奪われ、予期せぬ方向へ暴走するスレに危機感を抱いたひなは、すべてのネタバラシを決意する。元飛脚と名乗るスレミンがヒナやクロービは自分が演じていたこと、すべては自分の釣りであったことを暴露した。
とりあえずはひなイコール黒帯、イコール飛脚でいいのか？そうですね。七種も含めて500です。予想外だったのは本当に現地へ特攻する住人が出てきてしまったこと。特に驚いたのは566士、17歳士、関西士の3人。釣ったはずが3人の登場により釣られてシナリオ修正する形になって、タイミングよく倉敷ネタで盛り上がって、あれは誰なんだろう？倉敷って中の人は誰？僕より現地人っぽい人が登場してきてそろそろ限界かと思いました。スレを操っていたつもりの釣り師が、想定外の連続にギブアップしてネタバラシ。まさにミイラ取りがミイラ状態である。スレ主からのネタバラシを受けても、スレ民の倉敷の二重の執着はやむことはなかった。未だに蓋が気になって仕方がない。本当のオカルトはここから始まるよ。一個人の想像の産物に過ぎなかったはずの蓋が本当に目の前に現れるとしたら、岡板でネタ出ししたことを後悔することになるよ。思いは具現化することもあるんだから。俺たちは蓋に命を吹き込んでしまったのだ。倉敷くんよ、そろそろ語れや。兄貴はガチ。山に夜中に行ったのもガチ。おっさんが出てきて泥霊怒られたのもガチ。野犬を棒で叩いたのもガチ。長靴で行ったのもガチ。英犬もガチ。有刺鉄線も蓋もガチ。地図もガチ。山が違うのよ。地図で示したのは嘘。すまん。わざわざ行ったのもガチ。あれは笠丸市にある山の中の蓋もガチ。でも、俺は笠丸市民でなく福山市民。柵と蓋は倉敷でなく、30km ほど離れた笠岡にあると告げる倉敷。あの手書きの地図は、笠岡の蓋の場所を示したものだという。倉敷捜索隊がどれだけ血眼になって探しても見つからないはずだ。で、私は釣られたの？ああ、残念なことに。釣られたというか見当違いの場所を探してたというか。てか、封筒事件の時は俺が柵に行かなくてややこしくした上に、出てこなくて、正直すまんかった。いや、俺が騙しなんだしさ、ゴルアーって言ったのもすまんこった。ちょい待って、振り目用意するから、俺にはその蓋の場所を教えてよ。後日、倉敷とメールでやり取りをした566が経過報告に現れる。倉敷市からメールの返事来ました。倉敷市の許可を取ってないので詳細は転載できませんが、2ちゃんに入部されて、突入だとかで騒ぎになると困ると書いてありました。あとはその困る理由は、連れに迷惑がかかるからということでした。なのでまだ場所は教えてもらってないです。笠岡には山も畑もいっぱいあるわけで、あんな蓋ならあちこちにありそうでないし、もう少し場所を絞ってもらえんと無理かと。今日まで、倉敷市とメールを2通交わしただけですが、これ以上は拉致が開かないと思い、すべてをお話しすることにします。倉敷市からのメールを要約しますと、ご存知の通り、蓋の場所は非常に難しい地区であり、倉敷市をはじめ、友人たちに迷惑がかかるので公表しないでほしい。そして、最初のメールが届いた時は、スレに報告しましたが、2通目のメールからは、スレにも報告しないでくれとのことで、住人も倉敷イコール66という意見が増えてるから、これ以上、私が探索したりして、実際にあったというレスだけをしたとしても住人は納得しないだろうと。と言っても、ズバリの場所の地図や、蓋の画像などをウープすると、結局、突撃隊などができてしまったりして、倉敷市の友人たちに迷惑がかかる。だから教えられない。100% 安全だと確定できき、あの場所を教えられる場合は、僕が直接案内します。という文面はありました。しかしながら、倉敷市の話によると、相当ヤバい地区で、普段は誰も侵入できないように柵がしてある場所ですので、他人の家を通っていかないと侵入できない。それならば、100% 安全なんてのは、誰も保証できないです。566市、17歳市、関西ボス市その他突撃隊の皆様お疲れ様でした。あなたたちのように真面目に遊ぶ人たちは素敵です。楽しい時間をありがとう。そして、これからもよろしく。みんなお疲れ。肝心なのは楽しく遊んで楽しく釣られるでしょ。私は楽しかったよ。溝にはまるわスボンは破れるわ、童心に戻って楽しませていただきました。566市、いろんな思いがあったことは理解します。でも、もういいじゃん。次の探索地があなたを待ってますよ。かたくなに蓋の場所を明かさない倉敷に不信感を募らせる566。その後も566を中心とする一部のスレ民は、笠岡で蓋を探し続けた。倉敷は時折フラッとスレに降臨して反応を楽しんだり、気まぐれにメールアドレスを公開するなどしてスレ民を翻弄した。
無理やり頑張ってるなぁつう感じです。僕もドキドキワクワクしながら、見守りたいと思います。なぜ今頃になって二人ありかやみなの質問に答える気になったの？メールでなんかわけわからんこと書いてくるやつが多いし、二の場所に連れてった人もいるんで。それじゃ俺も連れて行ってくれないかな？場所を教えてくれるだけでもいいけど。534さんもヤバい人じゃなく、身分明かせるんなら連れて行くよ。多分、腹抱えて笑うと思うけど。566さんのことはわかりますが、七子が良くて関西さんや17歳さんがダメな理由を教えてほしいんですけど、いかがでしょうか？別に深い意味はないんですが、生理的に受け付けないだけです。二の写真をアップしようと思った経緯や祭り中の感想など聞かせてもらえませんか？あん時はただ単に、うおキモい蓋があそこにあるじゃん、ぴったりじゃと思いうぷしただけですよ。あそこまでしつこく来られるとは正直思わなかったんすよ。感想っても、頑張るなぁと、人間の業って恐ろしいなぁと思いました。すれたてから半年以上が経過し、スレミンの記憶から蓋が薄れかけていたある日、謎の七死による倉敷の蓋を見つけたという投稿にスレは再び祭り状態となる。見つけました。うおうおう。うわ、本物来た。おいおい、まさに黒帯が隠れていそうな蓋だな。一体どこの蓋だよ。写真をウープするだけしといてレスがないのは倉敷市民本人かその仲間ってことでオケ？そうでしょ。今頃になって画像ウープても神にはなれないけど当時の勇者なら神だな。倉敷の蓋になんだかんだ言っても、引きつけられる。それが蓋クオリティ。そしてすれたてから1年後の2005年9月11日。クロービー一周期と銘打ち、566や17歳、関西といった倉敷捜索隊のメンバーが再び集結した。クロービーさん供養。566たちは捜索に明け暮れた思い出の地を巡るとともに倉敷の蓋を再捜索し、その結果倉敷の柵を発見したという。彼らの誰もが、蓋を諦めてはいなかった。さて、ではまず柵の場所ですが。上記の場所で正解です。ほぼ寸分違わず同一箇所に柵は存在しました。今回の一周期をきっかけに、突撃することとなり、発見しました。倉敷の柵が発見された場所は、倉敷でも笠岡でもなく、なんと福山。倉敷の蓋は笠岡。でも俺は笠岡市民でなく福山市民。という発言に違和感を感じ福山を捜索した結果、見事柵の発見に至った。まだ祭りは続いているんですね。柵が福山に発見された時点で、倉敷の柵は笠岡という言葉は嘘が証明されているわけです。去年は倉敷や釣り師たちの発言の真偽を追って右往左往しました。しかし、今は柵と冷蔵庫という、現地を見つけたわけです。ここから現物と照らし合わせて探すのが一番じゃないでしょうか。すでに柵は発見され、場所も特定されているので、そこを中心にして10分圏内に蓋はあるのでしょう。1枚目は倉敷が初めて蓋の画像をウープした時の画像の1枚ですが、左下のあたりにはっきりと白いボールが映ってます。2枚目は51蓋目の801で出てきた画像になります。これにはわかりやすくボールが映ってますよね。高さから考えるに、道路標識と考えるのが妥当だと思います。ということは、蓋は公道上、道路標識があるということは、最低でも車が通れる程度の道幅のところではないか？こういうことになると考えています。特徴としては奥にブロック塀、隣に白い建物屋根付き、白い建物側には窓がない。倉庫か車庫？今後、もしも探索する人がいれば参考にしてみてください。柵と同様、蓋も福山にある。蓋の魔力に取り憑かれたスレミンたちは、あるものは福山の山中を駆け回り、あるものは画像を分析し、蓋を探し求めた。ハイポンク小屋でファイナルアンサーじゃないの？それでも発見には至らず、月日は経過した。すれたてから2年半後、566たちの意思を継いだスレミンたちが福山捜索隊を立ち上げ、地道に蓋探しを継続していた。そんなある日、倉敷の手書きの地図と一致する場所を見つけたという投稿が注目を集める。倉敷の手書きの地図と思われる場所を発見しました。最初に、予定より30分ほど早く現地民、俺の親戚と某カフェにて落ち合いました。
念のためと思い、そこのカフェのスタッフに倉敷の手書きの地図を見せたところ、多分明王台小学校か明王台社労務幼稚園の付近だと思う、という情報を引き出せました。その付近を車で探索していましたら、確かに地図に酷似している箇所を見つけました。そこが草戸山公園の公衆便所がある場所です。軽く探索するつもりが、途中に怪しげな神社みたいなものがあったり、突然開けた場所に出てみたりと、もしやと思わせる材料が点在していたので、ほぼ全域探索しました。くまなく歩き回ったのですが、結局蓋はありませんでした。もう八方塞がりになり、現地の方に助けを求めました。駆けつけてくださったのが青氏です。念のため、青氏にも倉敷の地図通り歩いてもらいました。地図が示しているのはこの場所に間違いない、という確証はいただきましたが、やはり俺らと同じところで行き詰まります。そんな時、青氏が思わぬことをおっしゃいました。倉敷の地図の終着点には止まれって書いてあるよね、と。すると、止まれの位置から倉敷の柵を線で結ぶと、ほぼその直線上に草戸浄水場があります。それで、まあ、都市街もなくお邪魔したわけですが、結果は無残なものでした。さすがに浄水場だけあって、あの蓋に酷似したものはあるんですが、全くの別物です。くまなく探索しましたが、ついに見つけることはできませんでした。倉敷の地図に酷似した場所を見つけるも、蓋の発見には至らず落胆するスレミン。2年半経っても衰えぬ蓋の魔力に気を良くしたのか、あの男が久々にスレに降臨する。いるよ。もっと頑張れよ。あの蓋は何の用途に使用されているもので、どこにあるのでしょうか？もし不都合がないようでしたら、教えていただけると大変嬉しいです。それを俺が今、ここでズバーって今まで教えなかった俺が教えてもいいの？にゃ。困る人やなんか出てくるんじゃないの？にゃ。もし見つけたら、ネタバレしますか？ネタバレ？って、見つかったらバラす必要ないじゃないすか。個人的に意見すると倉敷は釣り知ってより釣ってみたい愉快犯。バレるバレないは別として騙し切るつもりはないんじゃないか？倉敷が一向に答えを出さないのは主役でいたいから。ただ、点で的外れな方向へ向かった時のみに修正する。そして我慢できずに蓋は笠岡、自分は福山と意味不明なガチ宣言。結果的に柵が福山にあったってことは倉敷自身は見つけてほしくないが見つけてほしいって気持ちなのかな。現行スレが少しずつ答えに近づいているからこそ倉敷はあえて言及せず見守っている。必死に蓋を探し回るスレミンを嘲笑うかのようにからかう倉敷。有頂天の倉敷のもとに、その瞬間は突然訪れた。あ、蓋だ。え？倉敷さんの蓋でファイナルアンサー？本物なの？ああ。正解おめ。ええ、そんなあっさり。嘘。マジ、すげえ、お供したい。マジなのか、マジで倉敷なのか、マジで蓋派遣なのかー。オカルト板のスレミンたちが全力で追い求めた倉敷の蓋は、1週間前に地図の場所の検証に協力したスレミン青によって、それはもうあっさりと発見された。蓋事件の幕引きの立役者となった青だが、そのプレッシャーと影響力に怯えていた。場所を晒さない理由だけは書いときます。正直言うと興ざめの場所だから、見つかるのは時間の問題です。正直蓋の処理に困っていた次第です。普通に晒すにはもたいない。蓋をうぶした後の倉敷市の何かをずーっと待ってんだけどなぁ。倉敷先生、もっと遊びたいです。蓋探しを楽しむスレミンのためにも謎は謎のままにと蓋の場所を明かさなかった青。だが多くのリクエストや後押しを受け、蓋の場所を公開することになった。場所は足田川より東です。草戸大橋だっけ？渡ったら左に行きすぐ土手を下ります。土手下だから普通では通らない道でしょうね。こんなにわかりやすいところだったのか。なぜ566とかが見つからなかったのか不思議だな。川を挟んで反対側とは盲点だったね。なんだか笑えるほど普通に佇んでるし。世の中の不思議とは、それは何か日常的な要素の一部に過ぎないものだと感じさせられた。例の手書き地図、なんだあや？全然関係ねえし、ビートかなんだよ一体。確かに。倉敷のあの手書き地図は、かく乱するためのものだったのか。あの地図の場所はよくクワガタが取れる場所だよ。結局倉敷の蓋は手書きの地図が示す場所とは一切関係ない、見通しの良い道路脇に佇んでいた。青が仕事中たまたま発見したという倉敷の蓋は、まがまがしいオーラも匂いも全くないただの蓋だった。倉敷、今の気持ちを率直に表現して。
よく俺と一緒に行った人が今まで誰一人場所明かさなかったのがすんごく嬉しい。ついに倉敷の蓋見つかる、か。歴代勇者たち、お疲れ様でした。お疲れー。こんな祭り、もうないかもねってくらい楽しかった。ああ、終わった終わった。もう明日からここに来なくていいと思ったらすっきりだぜ。じらしてばっかのコテやロードもやら疑似案ばっかの七子ともともおさらばで生成するわ。生成するっつってんだよ。こんにゃろ。泣くなよ。バカ、泣いてねえよ。全力で釣られる覚悟をしつつも時には疑似案してしまったり煽り煽られてグダグダだったり。けれど睡眠時間削って追いかけた祭りは楽しかった。現地に突できない自分が歯がゆかった。蓋はもう見つからないのか、と何度も感じた。それでも再突撃を繰り返す勇者たち。本当に頼もしいと思った。努力すればいつかは報われる。勇気が湧いてきた。ありがとう。そしてさようなら。蓋スレの皆さん、また会う日まで。アデュー。大勢のスレ民がなぜこれほど必死に蓋を追い求めたのか。概要のみを簡潔にまとめた本動画では伝わりにくいかもしれない。インターネットや SNS が今ほど発達していなかった当時、ネット住民とリアルなつながりを実感でき、蓋探しという共通のゴールに向かって団結する感覚にスレミンは熱狂した。錯綜する情報の真偽を見極め、人狼ゲームのように騙し騙されを全力で楽しむ。そんな粋な空気感が当時のインターネットには存在した。最後に、蓋を探し求めた勇者たちと、寝る間を惜しんで蓋スレを盛り上げたすべてのスレミンたちに心からの拍手を送ろう。最後までご視聴ありがとうございました。元スレを読んだことがある方には内容が薄くて物足りないかもしれませんが、少しでも蓋スレの魅力が伝われば嬉しいです。興味を持たれた方は、すこぶる長いですがまとめサイトなどで元スレを読んでみてください。かつて勇者たちがご近所迷惑に細心の注意を払っていたように、蓋を撮影しようと敷地内に侵入したり迷惑行為をしないよう気をつけましょう。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。